はい、おはようございます。これより、総務常任委員会を開きます。よろしくお願いいたします。それでは本日の会議録署名委員に佐藤委員と若井委員を指名します。よろしくお願いいたします。本日の委員会ですが、7日に、本会議場で議案説明がありましたが、それを受けて委員会から、追加で説明を求めた事項、あるいは議案説明の際に触れなかった事項などについて当局から説明をしていただきます。日程ですが、本日は財務部、総合企画部、市民生活部から説明をしていただきます。消防本部主管の議案説明はございません。なお、質疑討論採決については9月18日金曜日に行います。まず、議第77号平成27年度一般会計補正予算第4号のうち、歳入全巻歳出の所管部分並びに第2票第3票について、第2票債務担保補正ソフィアセンター開館20周年記念事業委託について説明を求めます。財政課長。おはようございます。おはようございます。それでは私の方から、議第77号平成27年度一般会計補正予算第4号中第2票債務負担行為補正について補足説明を求められましたので、お配りいたしました柏崎市立図書館ソフィアセンター開館20周年記念事業計画案という資料によりご説明を申し上げます。また補正予算書の5ページも合わせてご覧ください。9月補正においては、ソフィアセンター開館20周年記念事業委託について債務負担行為を設定させていただいております。ご承知のように、債務負担行為につきましては、地方自治法第214条に規定されている予算の会計年度独立の原則に対する例外措置であり、当該年度以降に続く債務を負担するためのものです。昨日の本会議での副市長からの提案理由で説明させていただいたとおり、ソフィアセンターでは来年開館20周年にあたり、その記念事業として美術作品としての絵本鑑賞および図書のきっかけ作りの機会として読書のきっかけ作りの機会として28年7月下旬から1ヶ月間絵本作家五味太郎氏の作品展を開催する計画を進めているところでございます。開催にあたっては有名作家の作品ということで、今の時点から作品の借用権利等を確保する必要があり、そのためには契約が必要になりますが、その担保としての予算措置が不可欠であり、またできる限り早期に確保したいことから、その開催委託料について今回の補正予算において28年度における債務負担行為を上限額396万2千円として設定いたしたいものであります。本日お配りした資料をご覧いただきたいと思います。5のこの作品展の事業内容の欄でございますが、絵本の原画展、絵本解説を兼ねた講演会、アニメーションや制作風景の DVD 上映などがあります。7の予算の欄をご覧ください。これが上限額設定の内訳となってございます。1の著作権使用料90万円、これは最大120点の展示を予定しています。2の印刷物デザインデータ作成料20万円、これはポスター、チラシ、チケットを予定してございます。3の著者監修料5万円、4展示作品輸送費90万円、これは東京柏崎間2往復で集荷及び返却という経費を含んでございます。5の倉庫保管料5万5千円、6の額装費パネル制作費40万円、7展示会映像制作費10万円、これは会場内放映用であります。8の会場内閲覧用図書費3万円、9の美術品保険料10万円、10の展示撤去出張人件費40万円、これは美術専門作業員展示4人分撤去2人分の経費でございます。11の展示撤去立ち会い出張人件費20万円、12の企画コーディネート料は一式で33万5千円、これに13の消費税
29万3480円を入れて合計で396万1980円となります。なお平成28年度予算においては単身賃金、広告費、消耗品費等この委託料以外の開催経費も合わせて計上させていただく予定であります。昨日本会議の質疑の中で財務部長がお答えした通り本議会で議決をいただき次第今回予定している委託業務についてこの債務負担行為の上限額とした額以内で契約を締結させていただきたいと思いますが今年度では歳出予算が伴いませんので来年度予算においてこの契約を含んだ事業全体の予算を提案させていただく予定でございます。なお昨日の本会議の中で今回の債務負担行為に基づく経費は来年度当初予算に計上することになるので今回の債務負担行為の設定は事前審査になるのではないかとのお尋ねがありましたが債務負担行為自体は予算の一部を構成することになりますのでその行為そのものが将来の支出を伴うものになることから債務負担行為の内容全体が議会の審議の対象となるものでございます。当該債務負担行為が議決されると当該行為に基づく歳入歳出予算は義務費となることから議会はその経費を削減できないというふうにされているところでございます。説明は以上でございます。何卒ご審議よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。次に、使用料手数料の見直しに関する基本方針及び、指定管理者施設等に関わる使用料等の見直し結果について説明を求めます。財政課長。財政課長、はい、それでは引き続き私の方から本議会に条例改正案を提出しております指定管理者施設等に係る使用料の見直し結果についてご説明を申し上げます。お配りした資料があると思いますが放置き止めの使用料手数料の見直しに関する基本方針というものそれから1枚目でございますが基本方針の一部改定についてというものそれから A3 横版の平成27年度使用料等見直し検討結果一覧表を過去前期分という3つのものをお配りしてあるかと思いますがよろしいでしょうか。はい、はい、それではまず配布させていただきました使用料手数料の見直しに関する基本方針というものをご覧いただきたいと思います。この基本方針の内容につきましては昨年12月定例会の定例会議の総務常任委員会においてご説明をさせていただいたところでございますがメンバーも変わられていますので若干このことから説明をさせていただきたいと思います。まずこれまでの経過でございますが平成25年に策定いたしました柏崎市行政経営プランの中で受益者負担の適正化というものを掲げ使用料・手数料の見直しに関する基本方針を策定することを実施事項としておりこれに基づきまして昨年度この基本方針を策定したところでございます。この基本方針では方針に基づいた新料金の適用を28年4月としており28年4月に指定管理者施設の更新を予定している施設について各施設担当課において指定管理に向けた協議手続きを進めてまいりますがそれには基準となる料金の設定が不可欠であることから今回の議会におきまして料金の改正の条例を提出しているものでございます。また市議会12月定例会議において指定管理者の指定に関する議案及びこれに関する関連する債務負担行為について提案をさせていただきご審議いただく予定でございます。それでは基本方針の内容について説明させていただきますので基本方針の2ページをご覧ください。ここでは使用料に関する考え方というものを記述してございます。見直しの範囲は基本的に公の施設の使用料指定管理者施設の利用料金を含むというふうにしてございます。見直しの基本方針はここに記載のとおり1として受益者負担の原則の徹底2として使用料算定方法の明確化3として施設の性質別分類と受益者負担割合の整理4として減額免除基準の整理と統一化であります。
まず1の税者負担の原則の徹底でありますが、公の施設の維持管理等に要する経費などは市税などを通して市民の方々から負担していただいておりますが、特定の方がサービスの提供を受ける場合、利用する方と利用しない方の負担が公平ではなくなることから、利用する方に応分の費用負担を求めるものです。今回の基本方針を制定することにより、行政が提供するサービスにおける市民の受益と負担の在り方や負担額の設定根拠を明確にし、市民の皆様に対して説明責任を果たしていくというものでございます。2の使用量算定方法の明確化ですが、四角で囲んである基本算定式、使用量イコール原価×性質別負担割合により算出することを基本としてございます。3ページに移りまして、コスト計算の基礎でありますが、人にかかるコストと物にかかるコストをコスト計算の基礎とします。具体的な内容につきましては、表1および表2に記載のとおりでございます。特記すべき事項といたしましては、原価償却費をコストに算入するということです。具体的には3ページに記載したとおりでございます。4ページに移っていただきまして、原価償却の方法でございますが、定額法を採用してございます。ただ、施設が老朽化するにもかかわらず、原価償却費が高額となることから、これらを緩和するため、補正を行うこととしてございます。原価償却費の計算式につきましては、5ページの中段にあるとおり、取得価格から残存価格を引いた数字を対応年数で割ってございます。なお、取得価格につきましては、補助金等を控除した額としております。対応年数でございますけれども、原価償却資産の対応年数等に関する省令を基準として選定してございます。6ページをご覧ください。使用量の計算については、貸出等の使用量と、7ページでございますが、ここに記載した個人利用施設等の2種類の方法で計算するということとしてございます。8ページをご覧ください。ここでは、施設の性質別分類と受益者負担割合の整理をしてございます。使用量の算定にあたりましては、施設の種類や性質に着目して、選択性による分類と、市場性による分類の2つの観点から受益者負担割合を決めることとしてございます。8ページ課題にある通り、非市場的で基礎的な施設は受益者負担割合が 0%、 市場的で選択的な施設は受益者負担割合が 100% としてございます。この中間的な施設についてはそれぞれ 25%、50%、75% の受益者負担割合としているところでございます。9ページをお開きください。減額免除基準の整理統一化であります。現状においても、各条例において減額免除の規定がございますけれども、この基本方針の制定に合わせて整理統一化を図るものでございます。全施設共通の適用基準、各施設での個別適用基準、市長等が特に必要と認める適用基準と3段階にしてございます。全施設に共通の適用基準につきましては、施設の管理運営団体が当該施設を公共目的で使用する場合とします。各施設での個別適用基準は下段の表を基準としていますが、各施設の設置目的や性質との兼ね合いを考慮して定めることとでございます。10ページをご覧ください。市長または協議委員会が特に必要と認める場合の適用基準については、ここに記載の通りですが、その適用にあたっては要項等で具体的な例を示すということとします。5の適用除外についてですが、基本方針をそのまま適用することがなじまないもの、法令や他の基準等により使用量の算定方法が定められている場合などがありますので、適用除外をここに記載のとおり定めてございます。11ページをご覧ください。ここにはその他の基準ということで記載してございます。
利用者区分別負担割合として市民、市民以外の利用区分を設定する場合、個人、団体の利用区分を設定する場合、年齢等により利用区分を設定する場合の基準をそれぞれ定めてございます。次に、特別室の加算、営利目的等の取り扱い、料金の全納の還付、12ページをご覧いただきたいと思いますが、近傍施設の料金との調整、使用料等の単位、利用時間帯、曜日別による使用料等の格差、電暖房加算、付帯設備、備品などの物品の使用料、指定管理者制度を導入している施設の取り扱い、複合施設の取り扱いについて、それぞれ定めさせていただきました。飛びますが、16ページをお開きください。料金の適用時期でございますが、先ほども申し上げました通り、平成28年4月を予定していることから、今回、指定管理者施設を中心に条例改正を行いたいものであります。見直しのサイクルにつきましては5年ごととしてございます。サービスの充実、利用者拡大施策の実施と経費節減の努力についてですが、経費の節減と稼働率の向上、サービス内容の充実などを目指すことを規定してございます。市民負担の急激な上昇などを防ぐための方策として、課題の表の通り、激変緩和措置を定めてございます。これにつきましては、後ほど個々の施設のところで説明をさせていただきたいと思います。17ページをご覧ください。申し上げました限度計算や激変緩和措置を行った上でも、ここに記載の通り状況が、ここに記載の通りの状況が発生する場合は、見直しを保留、または算出した金額を調整することができるとしてございます。以上、大変簡単ではございますが、使用料、手数料の見直しに関する基本方針についてご説明をさせていただきました。なお、基本方針の一部改定についてという資料をお配りしてございますが、これについては、2月にこの基本方針を制定した後に、実態に合わせて一部改定をさせていただいた事項でございます。後ほどご確認ください。また、この事項につきましては、基本方針において、該当箇所アンダーラインで印してございますので、ご了解をお願いします。次に、以上説明した基本方針を踏まえまして、お手元に配布させていただいてございます、平成27年度使用料と見直し検討結果一覧表全期分により、それぞれの施設ごとの概要をご説明を申し上げます。表の方をご覧いただきたいと思います。A3 の表、よろしいでございましょうか。まず、表の見方でございますが、左から担当課、施設名、貸室等の名称、利用区分、現行使用料 A 欄でございます。その次の B 欄が、この基本方針に基づいてコスト計算した結果の使用料であります。その隣の C 欄が、基本方針にあります激変緩和措置を適用した場合の金額となってございます。その隣の D 欄が最終的に決定した基準となる使用料であります。この基準使用料に基づき条例において利用料金の上限下限を設定し、その範囲の中で指定管理者との利用料金の協議を行うこととなります。なお、上限額という欄がございますが、現行使用料 A 欄とこの基準使用料 B 欄との比較になってございます。それでは、それぞれの施設ごとに説明をさせていただきます。まず、柏崎海洋センター CUS ライオンでございます。シングルルーム1人1泊、現行使用料は5400円ですが、コスト計算の結果、6980円となりました。この場合、現行の約3割増となるため、基本方針の16ページも合わせて見ていただければと思いますが、市民負担の増加や施設の収支バランスの悪化を避ける観点から、現行使用料及び手数料の急激な増減を抑制するため、
使用料手数料改定率の上限下限を設定するしているという激変緩和措置の適用になり、C欄でこの場合の改定の上限は 1.2 倍となりますので、適用額 C 欄は6480円となります。本来ですと、この額が基準使用料となるところですが、市内の民間ビジネスホテルとの料金を比較すると、約1000円程度高額となることで、利用率の低下を招く恐れがあると見込まれるものについて、見直しを保留、調整することができるとしていますので、これを適用し、現行料金5400円を基準使用料としたものでございます。その下のツインルームです。現行使用料は1万800円でございますが、コスト計算の結果、8480円となりました。この場合、現行料金の約2割減となるため、激変緩和措置の適用になり、C欄につきましては下限の 0.9 倍の9720円となります。本来はこの額が基準使用料となるところですが、定額となることで他の類似施設とのバランスが著しく損なわれることが見込まれるとして、見直しを保留して現行の1万800円を基準使用料としたものでございます。次の5ベッドルームや和室につきましても同様の考え方であります。また団体利用料金については別途高等学校体育連盟あるいは中学校体育連盟による設定基準を参考としてございます。8段目の第一研修室につきましては現行使用料2700円でございますが、コスト計算の結果1780円となりました。これは現行料金の 34% 減となり、この場合は現行料金の 0.8 倍となる2160円が激変緩和措置適用額になり、これをそのまま基準使用料としてございます。9段目の第2第3研修室につきましては現行使用料1080円ですが、コスト計算の結果800円となり約 25% 下がりますが、激変緩和措置の下限適用率 0.7 倍の範囲内でございますので、そのまま基準使用料としています。次に日帰り入浴施設1回券、一般中学生以上です。現行使用料は410円ですが、コスト計算の結果430円となりました。これは現行料金の 4.9% 増となります。基本方式では算出した料金と現行料金の乖離幅が小さい場合はコストの年次変動や会計範囲を限定する意味合いからプラスマイナス 10% 未満の範囲内については現行料金に据えることとするというふうにしてございますので、 C 欄が現行の410円となり同額を基準使用料としてございます。次に国民給与地テントサイト日帰りの欄をご覧ください。現行使用料は1030円でコスト計算の結果3700円となりましたが、激変緩和措置の適用となり C 欄は上限の 1.3 倍、1340円となり、これを基準使用料としています。テントサイト1泊2日以下は同様の考え方で基準使用料を設定してございます。次にコレクション第2展示館黒船館の欄をご覧ください。現行使用料は500円でコスト計算の結果3220円となりましたが、激変緩和措置の適用となり C 欄は上限 1.4 倍の700円ということになりますけれども、基本方針の17ページにありますように周辺自治体の類似施設より著しく高額となることで利用率の低下を招く恐れがあると見込まれるため、現行の500円を基準使用料としているございます。次の同一案愛民芸館も同様な考え方で基準使用料を設定してございます。次にふるさと体験村荻野島かやぶきの荻野屋宿泊一棟定員9人の欄をご覧ください。現行使用料は3万円でコスト計算の結果7万3210円となりましたが、激変緩和措置の適用となり C 欄が 1.1 倍の3万3000円となり、これを基準使用料としてございます。以下他の利用区分についても同様の考え方で基準使用料を設定してございます。次に大崎温泉雪割荘の浴室の欄をご覧ください。現行使用料は530円でコスト計算の結果780円となりましたが、激変緩和措置の適用になり
シーラルは上限 1.3 倍の690円となりますが、周辺自治体の類似施設より著しく高額となることで利用率の低下を招く恐れがあり見込まれるため、現行の530円を基準使用料としています。次の和室8畳でございます。現行使用料630円ですが、コスト計算の結果50円となりました。これは急激な減額の抑制による下限 0.7 倍を適用し、440円が激減緩和措置適用額になり、それを基準使用料としています。その下の和室10畳も同様の考え方でございます。次に2ページ目、産業文化会館文化ホール、平日午前9時から正午までの欄をご覧ください。現行料金7200円でコスト計算の結果6900円となりましたが、プラスマイナス 10% 未満の範囲ですので、現行料金の据え置き同額を基本使用料としています。その下の午後1時から午後5時までの欄も同様です。その下の午後6時から午後10時までの欄をご覧ください。現行使用料14300円ですが、コスト計算の結果9200円となりますので、急激な減額の抑制による下限レベルの9倍というものを適用し、12870円が激減緩和措置適用額になり、それを基本使用料としています。失礼しました。以下、産業文化会館につきましては、増減額の欄が0の区分はビーラーとコスト計算の結果がプラスマイナス 10% 未満の範囲でありますので、基準使用料は現行料金に据え置き、増減額が減額になっている区分につきましては激減緩和措置などを適用して基準使用料を定めているというふうにさせていただきました。次に飛びますが、4ページ、モーリー駐車場1時間あたり午前7時から午後10時までの欄をご覧ください。現行使用料は100円でございますが、コスト計算の結果20円となりましたので、急激な減額を抑制するための加減 0.5 倍を適用し、50円が激減緩和措置適用額になりますが、さらに定額となることで他の市内の有料駐車場とのバランスが著しく損なわれることが見込まれるということで、現行の100円を基準使用料としています。その下の1ヶ月あたりの定期利用料の欄でございますが、現行使用料は9000円ですが、コスト計算の結果1万6640円となりました。これは激変緩和措置の適用になり、シーラーにつきましては上限の 1.2 倍の1万800円となりますが、これも他の市内の有料駐車場とのバランスが著しく損なわれ、利用率の低下を招く恐れがあると見込まれますので、現行の9000円を基準使用料としてございます。次に総合福祉センター会議室の欄をご覧ください。現行料金410円でコスト計算の結果390円となりましたが、これは現行料金のプラスマイナス 10% 未満の範囲ですので、現行料金を基準使用料としています。以下同様の考え方でございます。次に陸上競技場専用利用料金1日あたりの欄をご覧ください。現行使用料金は1万800円で、コスト計算の結果5万1140円になりましたが、激変緩和措置の適用になり、シーランは上限 1.1 倍の1万1800円になりますので、その額を基準使用料としてございます。なお待機施設については学校や競技団体が使用する場合、あるいは小中学生が使用する場合の料金設定がございます。これにつきましては備考欄をご覧いただきたいと思います。その下の A 利用1回転一般の欄をご覧ください。 A 利用と申しますのは総合体育館、トレーニング室と除きますが、それと西山総合体育館、武道館、スポーツハウスおよび陸上競技場の5施設の利用のことを言います。今回の条例改正案で新たに陸上競技場の個人利用を有料化いたします。従いまして
現行使用料欄はゼロであります。コスト計算の結果、280円となりましたが、有料化に伴う負担外や周辺自治体の類似施設との均衡を考慮いたしまして、150円を基準使用料といたしました。また、A 利用のご施設共通で利用できる回数券、期間券を設定するため、他の施設の一般、一貫、一回券と同額にしてございます。以下、11回券から12ヶ月券までは、A 利用のご施設と共通で利用できる設定としてございます。また、高校生、小中学生の区分につきましては、備考欄に記載の通りでございます。団体の区分につきましては、新たに陸上競技場、小中学生が30人以上で利用する場合、1団体当たり1回という区分を設け、基準使用料を備考欄に記載の通り、小中学生1回料金の30回分の 90% を基準として算出してございます。次に、武道館1回券の欄をご覧ください。現行使用料は150円で、コスト計算の結果200円となりましたが、A 利用でありますので、150円を基準使用料としており、新たに11回券を申請してございます。以下、5ページにかけましての A 利用の区分の11回券から12ヶ月券までは、ご施設共通利用券という考え方で設定しております。次に、柔道場の欄をご覧ください。現行使用料は760円で、コスト計算の結果630円となりましたが、使用料が下がり、施設の収支バランスが損なわれることが見込まれること、また近隣自治体の類似施設との均衡を考慮して、現行の760円を基準使用料としてございます。以下、剣道場、弓道場も同様の考え方であります。次に会議室の欄をご覧ください。現行使用料は320円ですが、コスト計算の結果、30円となりましたので、使用料の急激な減額を抑制するための加減を適用し、加減レートの6倍の190円が激変緩和措置適用額になりますが、定額となることで、従事施設とのバランスが損なわれることが見込まれるということで、現行の320円を基準使用料としてございます。次に、荒浜運動場、野球場の欄をご覧ください。現行使用料は540円で、コスト計算の結果、1000円となりましたが、激変緩和措置の適用になり、C 欄は上限 1.3 倍の700円となりましたが、里外家野球場第2球場や周辺自治体の類似施設との均衡を考慮し、現行の540円を基準使用料としています。夜間照明につきましては、現行使用料は1300円で、コスト計算の結果、1690円となりましたので、この額をそのまま基準使用料としてございます。次の里外家サッカーコートも、コスト計算の結果の850円を基準使用料としてございます。次に、里外家野球場入場料を徴収しない場合の欄をご覧ください。1時間あたりの現行使用料は1300円で、コスト計算の結果、9020円となりましたが、激変緩和措置の適用になり、C 欄は上限 1.3 倍の1690円となりますが、周辺自治体の類似施設との均衡を考慮し、現行の1300円を基準使用料としてございます。次の里外家第2野球場も同様の考え方でございます。次に、総合体育館、A 利用、1回券、一般の欄をご覧ください。現行使用料は150円で、コスト計算の結果、180円となりましたが、A 利用の施設でありますから、150円を基準使用料としてございます。A 利用区分の11回券から12ヶ月券までは同様の考え方であります。次に6ページをご覧ください。よろしいでしょうか。B 利用1回券一般の欄をご覧ください。B 利用券は総合体育館のトレーニング室も利用できるもので、
3ヶ月券、6ヶ月券および12ヶ月券は A 券同様にご施設共通で利用できます。 B 利用1回券一般の現行使用料金は300円でコスト計算の結果190円となりましたが、定額となることで他の類似施設とのバランスが損なわれず含まれることから現行と同額の300円を基準使用料としてございます。以下利用の区分の3ヶ月券から12ヶ月券までは同様の考え方であります。次にメインアリーナ、アマチュアスポーツまたはレクリエーションの催し物等の利用入場料を徴収しない場合の欄をご覧ください。現行料金2260円でコスト計算の結果2390円となりましたが、これは現行料金のプラスマイナス 10% 未満の範囲内ですので現行料金に据え置き C 欄が現行の2260円となり同額を基準使用料としてございます。次のサブアリーナアマチュアスポーツ施設またはレクリエーション催し物等の利用入場料を徴収しない場合の欄をご覧ください。現行1080円でコスト計算の結果1250円となりましたのでこの額を基準使用料としています。その他の部分につきましては備考欄記載のとおりでございます。次に携帯操室アマチュアスポーツまたはレクリエーションの催し物等の利用入場料を徴収しない場合の欄をご覧ください。現行料金860円でコスト計算の結果320円となりましたが急激な減額を抑制するための加減を適用し600円が減緩和措置適用額になりこれを基準使用料としてございます。その他の利用区分料金区分につきましては備考欄に記載のとおりでございます。次に会議室をご覧ください。現行1080円でコスト計算の結果300円となりましたが減緩和措置を適用すると C 欄が下限の760円となりますが定額となることで他の類似施設等のバランスが損なわれると見込まれることから現行と同額の1080円を基準使用料としています。次の研修室も同様の考え方でございます。次のアクアプール 50m プール専用利用学校等以外のものが競技会練習催し物等のために利用するとき全コース1時間あたりという欄をご覧ください。現行使用料は1万800円でコスト計算の結果2万700円となり減緩和措置適用で C 欄は1万1800円となりますが周辺の類似施設との均衡を考慮し現行の1万800円を基準使用料としています。以下各区分及び学校等が競技会または練習のために利用するときの欄全校の場合で入場料を徴収して利用するときの欄につきましてはこの1万800円を基本とし備考欄の記載のとおり設定してございます。7ページをお願いします。アイススケートリンク専用利用学校等以外のものが競技会練習催し物等のために利用する時全リンク1時間あたりの欄をご覧ください。現行使用料は1万6200円でコスト計算の結果3万6280円となりましたが減緩和措置の適用となり C 欄は1万7820円となりますが周辺自治体の類似施設の均衡を考慮し高額となることで利用率の低下を招く恐れがあると見込まれるため現行の1万6200円を基準使用料としています。その他アイスリンクの各区分につきましてはこの1万6200円を基本とし備考欄記載のとおり設定してございます。次の和室でございますがコスト計算した結果が利権緩和措置に適用になりますが定額となることで他の類似施設のバランスが損なわれると見込まれることから現行と同額を基準使用料としてございます。次の 50m プールレジャープール8ページになりますがアイススケートリンク浴室の個人利用と個人等の利用ですがそれぞれコスト計算した結果が減緩和措置適用になりますけれども他の類似施設とのバランスが損なわれると見込まれることから現行と同額を基準使用料としてございます。その他につきましては備考欄記載のとおりでございます。次の会議室およびミーティング室につきましては
コスト計算した結果が激変緩和措置適用になりますが、定額となることで収支バランスが損なわれず見込まれることから、現行と同額を基準使用料としてございます。次に、白竜公園テニスコートのコート1面1時間のランをご覧ください。これもです、コスト計算した結果が激変緩和措置適用になりますが、定額となることで他の近隣類似施設等のバランスが損なわれず見込まれることから、現行と同額を基準使用料としてございます。正面につきましては、コスト計算した結果をそのまま基準使用料としてございます。駅前テニスコートにつきましても同様の考え方でございます。次のスポーツハウス競技場について、1人1回一般のコスト計算結果が、現行料金と同額の150円でございました。これまでご説明いたしました A 利用が可能な施設であることから、この現行料金を基準使用料としており、また、11回券を新設してございます。なお、9ページ、専用利用1時間の欄でございますが、コスト計算した結果が激変緩和措置適用になりますけれども、高額となることで、他の類似施設等のバランスが損なわれる、見込まれることから、現行と同額を基準使用料としてございます。その他の区分については、リコーダー記載のとおりでございますし、プールにつきましても同様の考え方でございます。次に海岸公園運動広場でございます。高校生以上の団体現行料金1080円で、コスト計算の結果460円となりましたが、急激な減額を抑制するための加減を適用し、760円が激変緩和措置適用額になりますので、これを基準使用料としてございます。正面につきましてはコスト計算の結果を基準使用料としてございます。次に西山総合体育館1回転については、これまでご説明いたしました A 利用施設のため、現行の1回150円を基準使用としており、また11回転という区分を新設してございます。その他の部分については、備考欄に記載のとおりでございます。次の西山総合体育館、アマチュアスポーツまたはレクリエーションの催し物等の利用、入場料なし1時間あたりについては、現行料金700円で、コスト計算の結果2200円となりましたが、激変緩和措置を適用し、910円を基準使用料としてございます。10ページになります。卓球場兼研修室、アマチュアスポーツまたはレクリエーションの催し物等の入場料なし1時間あたりにつきましては、コスト計算の結果、現行料金のプラスマイナス 10% 未満の範囲内でございますので、現行料金に据え置いてございます。次の西山総合グラウンド及び西山野球場につきましても、コスト計算の結果、激変緩和措置に適用になりますが、それぞれ高額定額となることで、他の従事施設とのバランスが損なわれる、見込まれることから、現行と同額を基準使用料としてございます。最後になりましたが、今回の指定管理者施設ではありませんが、今議会で新たに、設置条例を提案させていただいてございます市民活動センターにつきまして、設定する使用料の考え方をご説明申し上げます。それぞれの区分の基本方針に基づくコスト結果につきましては、表のとおりでございますが、この額が市内の他の類似施設よりも定額となることから、基本方針の他の類似施設等のバランスが著しく損なわれると見込まれるものとして、調整をさせていただき、D 欄の基準使用料を設定してございます。以上、説明が大変長くなり恐縮でございましたが、よろしくご審議をお願い申し上げます。ありがとうございました。以上説明で終わりますが、今後の予定について若干申し上げますが、今回は平成28年4月から指定管理者の更新を伴う公の施設の利用料金にかかる、条例の一部改正を提出させていただいているところでございますが、次のですね、12月議会におきましては市直営の公の施設の使用料および、手数料にかかる条例の一部改正を、提出させていただく予定でございますので、補足させていただきます。以上の説明を終わりますが、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。ただいまの財務部長の説明で、財務課の説明は終わりました。ここで、説明員の入れ替えをしたいと思います。財務部の皆さん、ご苦労様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではちょっと時間を押しておりますので5分間の休憩で入れ替えをしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。これポストに入った。